宮代さん、そして松島慎一郎さんです。よろしくお願いします。さあもう11月ね、もうあれですね、冬どうですか？冬は得意ですか？あのね、私ね、ほんの暑がりの寒がりなんですよ。あ、この前ね、ちょっと寒暖差ドーンと開いた時は、はいはいはい、なんと下着も長袖パッチ履いてます。お、ところが今暑かったり、もう幅が小さい日がありますね、はい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 、脱ぎたくても脱げれないんです、はい、そういうふうにね、やっぱりね、あの人肌っていうのはね、ぬくめとかなね、さ、冷やしたらあかんね、冷やしたらダメです。完全に寒がりだけ、暑がりの寒がり、あ、石や石や、前もそういう喋ったことあるな、あるね、僕も暑がりの寒がり、大変よ。いわゆる世間一般に言う天の弱というんです、はい、ヒートテックの上からヒートテック着るからね。冬に、冬はこれからね、これからの季節、ヒートテックの上からヒートテック着るから、もう50ぐらいからそんな、あ、おかげさまで今年還暦を迎えまして、還暦パーティーが来週あります、あります、ね、よろしくお願いします。ほんまに、はい、あるんですか？還暦パーティーさせていただきます、はい、もうね、還暦パーティーの主役が、はい、多分一番飲むんやろな。そうそうそう、もちろんもうこれでもかいうぐらいね。ほんでね、この頭よく聞かれるよ、はいはい、前これ4ヶ月前にしたんだけど、ように当てるこれ、うん、染めたんですか、うん、とか、違うの、これブリーチですからね、ブリーチ、うん、抜いたんですよ、うん、でなんで抜こう思ったからね、還暦の日に僕は赤色に染めようと思ってて、はい、頭を、はい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 、還暦やから、はい、ほんならね、普通の髪の毛に赤は入らへんねんで色、あ、そういうことね。一回ブリーチしてください言ったら、うん、このブリーチが結構似合ったのよ。似合ってるもん。もうほんでそのままほったらかしてるからもうこのまま行こうかないや、赤にしたら似合わんわ。あ、そうやろね、うん、赤はなんかね、なんかケバケバ、イグザイル、イグザイルちゃうわ、イグジット、いや無理やねなんか闘牛みたいな感じでね、ポンポンポンって言うことあかん。じゃあ二人とも寒がりで暑がりやね。そうそう、僕は寒がりです ね。夏は、まあ、結構すっきやから、あの、ね、暑いの、うん、いい方法を教えますわ、うん、あのほかほかあるでしょ、うん、あれをペタッと腰に一枚貼っとくんですよ、ホカロンみたいなやつ、ホカロン、はいはいはい、そしたらね、ままあ、腰痛防止にもなるし、僕も冬になったらそれやります。僕ね、あの、そういうの貼ったことないわ。僕もない。貼った方が、ね、いいですよ、ホカホカしてね、なんか心が温かくなります。やってみよう、ね、いや、そう、僕はむちゃくちゃ着るから、うん、冬だけ LL よ、夏は M よ中にむっちゃくちゃ着るからヒートテックの重ね着すんの初めて聞いたわ、ほんますごいやろということでございますが、風邪をひかないようにしてください。歌やね、歌、今日の歌、今日ね、僕はあの赤とんぼっていう千秋直美さんの歌歌うんやけど、あの寂しい歌やね。そうそう、これね、あの、要するに店辞めるっていう歌なの、うんうん、僕ね、僕も22まで水商売やってて、うん、店を急に辞めるっていうのはね、それ努力、実力が努力とか足らんとかいうことよう言うとったんよ、うんうん、あの、目標があって辞めるのは、でも今回はちゃ、今回はやっぱコロナでね、ほんまやな、本当に夢抱いて店開いて、ひどい人なんか3月オープン言うたら、もうオープンできずにそのまま家賃だけ払ってるとか、もうひどい今年はあれやったから、もうその本当に辛くて辞める方にね、もう第二の人生を、寂しい思いやと思うけど、めったにこの歌歌われへんね、締める歌やから、お店は。でも今日はあえて応援歌として歌わせていただきます、はい、松島さん。あ、僕はね、あの、以前よく口ずさんでおりました、うん、あの、大先輩、大大先輩、三橋道也さんのね、ほう、女船頭歌、ちょっと一発こきたいなと思います。いいですね僕も大好きです三橋道也さん。はい、それでは2曲続けてお楽しみください。よろしくお願いします。酒も魚も今日でおしまい、店じまい、5年ありがとう、楽しかったわ、いろいろお世話になりました。しんみりしないでよ天さん、駅裏赤とんぼ思い出してね、
時々には酒は帳消し貢ぐ相手もいないもの。だけど皆さん飽きもしないでよくよく通ってくれました。いたってよ騒いでよ新ちゃん。新宿へ赤とも思い出してね時々は